はい、今回はトリガー条項について極限までの機密政策と知られざる裏話、こちらを考えていきます。今回もよろしくお願いいたします。今ですね、ガソリンの値段がとても上がってですね、国民生活がかなり疲弊している、その状態なんですが、このトリガー条項っていうのがですね、本来であれば160円を3ヶ月連続で超えてれば発動できるんですが、これを発動しないんですね。日本国民に対する極限までの機密政策であると思いますが、実はこのことっていうのはですね、裏話があるんですよ。それは何かっていうと、このトリガー条項を発動する気がないと、そういったことがわかる、根拠と思う、その話ですね。でそちらを考えていきます。まずですね、ニュースがあるんですが、そのニュースの前にですね、SNS に、一般人の方が書き込んでいただいている、優秀なご意見がありますので、そちらから考えていこうと思うんですが、まず一つ目ですね、ニュースを要約、していることだと思うんですが、JAF ってあるじゃないですか、車の。JAF が8月31日にガソリン価格の高騰について、当分の間、税率の廃止、タックスオンタックスの解消を政府に、要望する声明を発表したと。でこのトリガー条項を発動すれば少なくとも1リットルあたり 25.1 円の値下げが見込めるのですが、政府は腰が重い、そしてトリガー条項の発動を見送ったっていう、このことについての詳細のニュースがあるんで、こちらはこの後で考えていくんですが、このニュースの中にですね、僕は調べて考えて、分かることがあるんですが、このニュースの中にですね、あるからくりがあるんですよ。裏話っていうか、からくりっていうか、裏事情っていうか、全くもうね、本当にわけがわからないと思うことは、ちょっとこの後に、考えていきます。そのことについてですね、ネタっていうか、話の、種、を明かすとですね、9年前から、政府っていうのは同じことをしてトリガー条項をひたすら発動しないんですね。で実際これ、ニュースのところにあるんですが、政府の言ってることが9年前から一言一句一言一句同じままだから何も変わってないんですよ。そして発動しないことはそれも同じなんですね。だから何がわかるのかっていうと、トリガー条項っていうのは発動する気がないんですよ。トリガー条項っていうものがあるっていうことになってますが、政府あるいは自民党、岸田、財務省、トリガー条項を発動する気が全くないっていうことです。で、そのトリガー条項を発動しない、その答えっていうか定型文が用意されたって、それで、はぐらかす、出さない、日本国民を見下している、そうとしか思えない。で、こちらもですね、そのニュースでよく話題になることなんですが、トリガー条項を発動すると買い控えが起きるとか、そういうわけのわからないことを言ってるんですが、買い控えなんて起きるわけないんですよ。言ってる意味がもうわからないんでね、理解不能ですわ。多分皆さんも思うと思うんですが、で、こちらはですね、黒い噂っていうことで、財務省に関する噂なんですよ。日本国民に対しての経済政策で、国民に対して減税をするとですね、財務省では左遷されるっていう、そういった噂があるんですね。多分本当じゃないかと思うんですが、で日本国民に対して増税すると出世するっていう噂があるんですよ。この財務省、この財務省の考え方っておかしいとしか思わないわけですよ。今っていうのは経済が疲弊してるんで、積極財政しか ないわけですよ。あるいは減税しかないんですが、その中においても増税をすると、そうすると財務省として出世をすると。だから国民のなることではないんですね。国民のためになることではなく、この意味のわからないルール、だから本当に財務省を解体しなければ日本というのはより良くならないんですよ。これは噂レベルの話ですが、おそらく本当であると考えられます。で、このですね、補助金がどうのこうのとかって言うんですが、そうですかっていう、それはそうなんですけど、この岸田の補助金の話ね、それより何よりもうね、そのトリガー条項とかもそうですし、そのガソリン税の減税ですよね、あるいは消費税をなくすとか、そういうことを、しろっていう、話なわけですよ。でね、その補助金を出すとか小手先のことばっかりやっていたり、値段が下がる、そういった手段を使わない、これはトリガー条項とか、その暫定税率とか、そういった話だと思うんですが、車を運転してる人たちにとって、このね、どん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 ガソリンの値段が上がるっていうのは、
ものすごく厳しいわけですよ、本当にね、生きるかあの世に行くかとか、そういった話にもなりかねない、話なんですが、まあ、岸田はそういうことをしよう、何も対応しようとしない。で、今の時点で185円かな、レギュラー185円ということで、2008年の、ね、8月の記録を、上回って15年ぶりに過去最高に、高いっていうことなんですよ。で、岸田は何をするのかっていうと、補助金を延長するっていうことなんですよね。なんで補助金なんだって話なんですよ。まあ、岸田の周りの友達、お仲間に、ね、まあ、お金が渡り、そのお仲間たちが組織票とか、そういったまあもので自民党に返す、そういったまあ癒着なんでしょうけど、意味が分かりませんね。トリガー条項を発動しろっていう話なんですよ。トリガー条項って一応条件があって、1リットルあたり160円を3ヶ月連続で、まあ越した場合、発動していいということで、もうとっくに越してるじゃないですか。うん、で、この岸田の言ってることも理解できませんけど、10月中に1リットルあたり175円程度の水準にしたいとかって言うんですが、10月中ってことはどうでしょうね。10月の下旬にするのか何とか知りませんが、全くもう国民のことを考えない、棄民政策の岸田ですから、全く当てにならないんですね。で、まあ、こんなことを言ってることに対して JAF が言ったんですよ。8月31日にガソリン価格が高騰しているということで、 JAF が当分の間税率の廃止、タックスオンタックスの解消とかって言ってね、タックスオンタックスっていうのはちょっとよくわからないんですが、まあ、この、まあ、当分の間の税率っていうのはその暫定税率のことなのかな、その、まあ、そのトリガー条項暫定税率、まあ、それを、まあ、使うってことによって1リットルあたりにまあ、25.1 円引かれるっていうことなんですよ。まあ、とにかくだから、この JAF も言ってますが、ガソリン代が高いわけじゃないですか。だからそれに関して、まあ対策をまあしろっていうことなんですよ。だからこのトリガー条項ですね。トリガー条項を発動すると、25.1 円引かれるんで、それをしろっていうことなんですが、それをしない。で、トリガー条項っていうのは2011年に、東日本の、まあ、それのですね、復興財源を確保すると、確保するためということで一時凍結されたとかって言うんですが、まあ、JAF はですね、まあ、このガソリンが高い状態があるんで、このトリガー条項を発動するべきと主張しているということで、でも東日本の復興財源とか財源復興とか言ってますが、これも確保済みなんですよ。だから別にそんなのいつでも本来であればトリガー条項なんてのは出せるんですが、出さないんですね。国民のことを見下してるんですよ、岸田とか。で、ここから出てきますが、鈴木っていう財務大臣とかね、意味が分かりませんから。で、その JAF の、まあ、話だと、まあ、難しいんですが、タックスオンタックスっていうのは、ガソリン税に消費税が乗った状態、まあ、二重課税っていうことかな、っていうようなことで、まあ、ガソリン自体の価格が 1.6 倍になっているっていうことで、で、ここにも出てきますが、トリガー条項を使うと1リットルあたり 25.1 円の値下げが、見込めるっていうことなんですが、政府はトリガー条項に対して、腰が重いと言ってるわけですよ。で、この鈴木っていう財務大臣が言いましたけど、発動は見送るっていうことでね。で、この言い訳っていうか、この言い訳が何ともまあ理解できないわけですよ。発動終了時に大幅な価格変動が生じて、発動前の買い控えや終了前の駆け込み、流通販売の現場に与える大きい影響が大きいとかで、買い控えなんて起こるわけないんじゃないですか。意味がわからないなと思うんですよ。で、この駆け込みとかっていうのも、買い控えとか駆け込みって全く逆ですからね。で、こういう意味のわからない、理解できない、わけのわからないこと言ってるんで、ね、SNS で意見が出るわけですよ。じゃあ、いつトリガー条項、どういう状況なら発動するのかっていうことなんですが、まあ、この自民党とか財務省っていうのは、いつ、いかなる、どんな時もトリガー条項を発動しないんですね。わけがわからない。で、そして、そう思う理由がここにあるんですよ。で、これがまあ知られざる、まあ、裏話っていうことで、これニュースにもなってるんでね。で、岸田も、まあ、同じ言い訳、同じ答弁をするわけですよ。岸田と鈴木がですね、トリガー条項発動した場合、ガソリンの買い控え、反動による流通の混乱、国、地方財政の多大な影響がある。からトリガー条項の凍結解除は適当でない、適切ではないと答えてるって、意味がわからないですよね。で、ここからなんですよ。2018年、10月の安倍の時もですね、この
凍結中のトリガー条項についてはガソリンの買い控え、反動による流通の混乱、国地方の財政の多大な影響が問題となることから凍結解除は適当でないと考えておりますと、全く同じこと言ってるじゃないですか。さらにこの発言というのは2014年の安倍もの時からまた同じ、ほぼもう何も変わりなく、一言一句変わりなく言ってるってことです。だから2014年から今現在2023年じゃないですか。この9年間政府っていうのは同じ、答弁、同じ言い訳をしてトリガー条項を発動しないんですよ。だから発動する気がないんですよ。本当に安倍っていうのも売国道ですからね、よく安倍をいいとかっていう人いますが、全く意味がわからない。消費税を上げたり、ね、アベノミクスとかって言って日本国内の経済をね、ボロボロにしたり、憲法を無視して軍拡をしたり、この売国度のせいで、日本の経済がもうボロボロになってるわけですよ、今ね。なんで安倍を支持するのかって僕にはさっぱり、意味がわからないですけど。で、まあ、この2014年の安倍の時から9年間、今の岸田まで、同じ、一言一句変わらない、答弁でトリガー条項を発動しないと。で、まあ、SNS で、出るんですよね。何があっても発動しないトリガー条項って何かな、数年前と状況が今は全く違うっていう、ことなんですね。国民生活が非常に厳しいんですが、それでもしない。で、トリガー条項を発動しない理由が毎回同じ説明になっているっていうね。で、同じ説明を繰り返すだけなら誰でも政治家になれると。だから、する気がないんですよ。安倍も岸田も財務省もトリガー条項を発動する気がない。国民のためにガソリンの値段を下げる気がないっていうことです。で、前こちら僕お話しさせていただいたんですが、なぜこのガソリンの値段に関してですね、このトリガー条項を発動しない、極限までの金利政策を繰り広げるかっていうと、そのガソリンのその税金の仕組みだと思うんですね。ガソリン本体に、このガソリン税が加わって、本体プラスガソリン税の値段に消費税がかかるということなんで、このね、ガソリン税の部分が下がると消費税が減るわけですよ。僕たち日本国民にとっては消費税が減る、あるいは消費税がなくなるということは国民にとってこの上なく望ましいことですが、財務省はそれを望まないんですね。わけがわからない。財務省っていうのは減税をしないんですよ。最初にお話ししたように、減税をする人は財務省で修正ができない。増税をする人はね、修正するとかっていう意味のわからない、暗黙のルールがあるらしいんですね。で、別に僕は政治家でもね、議員でも何でもないんで、一国民として思うことがあるんですよ。リスナー様も思うかもしれないんですが、今のこのね、生活必需品の物価高、ね、国民の給与は実質15ヶ月連続で下がってるっていうとても厳しい状況の中で、電気代とかガス代とかも上がってるわけじゃないですか。さらにガソリン代とかが上がってるわけじゃないですか。本当に国民のことを思うんであれば、やることっていうのは一つなんですよ。補助金を出す、あるいはトリガー条項凍結解除をする、両方です。この両方をやるべきです。そうでなければ国民生活がもう持たないんですよ。そういった状況下においてトリガー条項をもう何が何でもやらないと。で、補助金っていうのも出して、あるいはまたやめて、出してやめてっていうのを繰り返すんで、で、今回は言いませんけど、補助金っていうのも国民の税金血税ですからね。何やってんだよって話なわけですよ。で、こんなのが続いたら、日本国民の生活が持たないので、僕たちの願うことといえば、一刻も早い岸田の政権交代、自民党政権の、交代、このことを、本当心の底から願ってますっていうことで、このトリガー条項についてはですね、9年前から同じ答弁を繰り返して出す気がない、つまり出す気がないってことです。本当にね、僕たち国民のことを見下してるなと思うんでね、選挙で本当に自民党を交代させる、自民公明維新を交代させる、そうしないと僕たちの生活は本当に厳しくなると、そのように思ったことについて今回お話しさせていただきました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。今回はここで終わりです。失礼いたします。